こんにちは。音楽療法専攻の教員の木下陽子と申します。コロナウイルスの影響で外出自粛の中、不安な思いを抱えていらっしゃると思います。今日は同じく音楽療法専攻の教員の平田紀子先生と一緒に、音楽療法についてと音楽とともに楽しく過ごすということをお伝えしたいと思います。まず音楽療法についてです。音楽療法というのは、音楽が人の心や体に良い影響を及ぼすように、音楽を計画的に使うことを言います。例えばゆったりした曲を聴くとリラックスしたり、反対に元気でテンポの速い曲を聴いたりするとやる気が出てくることは皆さんも体験していると思います。音楽は人の気持ちを上向きにもしてくれるし、反対に落ち着かせてもくれます。音楽の素晴らしい機能ですね。また音楽を聴くと思わず体でリズムを取りたくなる、踊りたくなっちゃうというように、音楽は人の体の動きを誘い出す機能があります。例えばこんな風に思わず手拍子したくなっちゃうというのが例です。また音楽は人と人をつなぐのも得意です。おしゃべりは苦手でも、たとえ言葉が違っていても、音楽があると人と人がコミュニケーションしやすくなります。このように音楽は人の心にも体にも、そして人間同士のコミュニケーションにも作用することができます。そして音楽療法専攻教員平田紀子です。皆さん、家の中で過ごす時間が多いと思います。そんな中、音楽を健康に役立てたり、普段と違う音楽の楽しみ方ができるアイデアをお伝えします。その1、配信動画サイトで好きな音楽を楽しむとき、普段はいつものお気に入りのジャンルになりがちですが、違う世代の音楽を知ってみませんか？自分の生まれた年のヒット曲、検索で探すと出てきますね。そこから遡って、1年ずつ古い年代のヒット曲を聴いていきます。すると、ご兄弟やお父さんお母さん、そしておじいさまおばあさまの親しまれた時代の曲を知ることができます。音楽療法は様々な年代の方を対象にしています。いろんな人が親しんできた曲を知ることは、世代を超えたコミュニケーション手段として普段の生活にも役立つと思います。その2、家の中で過ごすことが多く、運動不足解消にストレッチなどする方も多いと思います。音楽は体を動かしやすくしたり、運動が苦にならない働きがあります。好きな音楽をかけながら1曲分体を動かすなど工夫してみましょう。また、音楽に合わせて踊りながらエクササイズができる動画配信サイトも活用してみてください。大変な日々ですが、ぜひ音楽の力を使って健康に過ごしましょう。東邦音楽大学には音楽療法を学ぶことができる専攻のコースがあります。詳しくはサイトをご覧くださいね。